一次方程式の応用9番。今回は速さに関する問題丸2を一緒に学んでいきましょう。さあ、こんな例題です。弟が家から 3km 離れた公園に向かって、家を出てから16分後に兄が自転車で同じ道を追いかけましたと。弟の歩く速さは毎分 70m、 兄の自転車の速さは毎分 230m とすると、兄は出発してから何分後に弟に追いつきますかと。はい、こんな問題です。さあ、まずさ、この文章から方程式を作るわけですが、何を x と置くかということだよね。そしたら文章の最後を見てください。兄は出発してから何分後に弟に追いつきますかなんて書いてあるからさ、 x 分後に弟に追いついたとしようか。はい、ということで、兄は出発してから x 分後に弟に追いついたとすると、さあ、これで式を作っていきましょうっていうことね。はい、そしたらさ、この問題をもう一回ちょっと整理してみるね。はい、じゃあこれ弟です。弟、はい、弟は、3キロ離れた公園に向かって兄よりも先に出発してるよね。はい、テクトクと歩いてる。で、16分後に兄が自転車で、弟よりはすごい速さだよね、追いかける。で、追いつくっていう、こういう流れですよね。はい、じゃあちょっと書いていくよ。はい、弟が先出発するわけです。はい、出発する、ここまででもう16分経ったとしようか。はい、16分経ちました。はい、で、ここから兄が登場するんだよ。兄が追いかけてくると、弟がこうやって歩いてる、そして兄は追いかける。で、ここで追いついたとしようか。ここで追いついた。はい、イメージはできそうですかね。そしたらね、ここってそれぞれ何分でしょうか。みんなわかります？長さだけ見ちゃうとね、こっちの方が長い時間でこっちの方が短い時間に思うかもしれないけど、よく考えてみんな。例えばさ、こういうことだよね。じゃあ2分後に追いついたとすればさ、1、2ってことでしょ。こっちも2、こっちも2だよね。だからこことここっていうのは同じ時間だってことなのね。それをここ、兄は出発してから x 分後に弟に追いついたとするって書いてあるんだから、兄は出発してから、はい、x 分後に追いついたよと。ここが x なら、ここも x じゃない？さっき見た通りで、追いついた、 x 分間だから、ここも x、 ここも x だよね。はい、同じ時間になるわけ。はい、完成しましたと。これを見てですね、皆さんは方程式を作ってほしいわけ。さあ、どうします？あと分かってる情報って、弟は毎分 70m、 そして兄は毎分 230m で進んだよってこと。じゃあ大事なポイントいきましょうか。ここ見てください。弟が進んだ道のりと兄が進んだ道のりは同じだよね。そりゃそうだよね。こっからここまで、これ追いついた場所、こっからここまで追いついた場所、同じだよね。これを式にしてほしいの。一つの数量を2通りで表す、上と下、表していきましょうか。はい、じゃあまず弟、弟は1分で 70m 進む。はい、これ何分歩いてんの？16たす x だよね。じゃあ道のりは16たす x 分にかける70してあげればいいよね。1分で 70m 進みますよ。じゃあ16たす x 分ではってことだよね。はい、カッコしてあげてください。はい、これが弟が進んだ道のり。じゃあ兄はと、分速 230m、 まあ1分で 230m 進む、で x 分走ったわけだ。はい、ってことは道のりは 230×x で 230x。 これが兄が進んだ道のり。弟が進んだ道のりと兄が進んだ道のりは同じだよね。方程式完成したじゃないですか。今縦に書いちゃったけど、はい、ここに書こう。16たす x、
括弧してね、かける70イコール 230x、 お手式完成しましたと。これを解いてあげればいいわけ。はい、これ解いていきましょう。そうすると 1120+70x が 230x、計算これマイナス 160x がマイナス 1120 になり、両辺160で割れます。これ x は7と出る。 x っていうのはここだね。兄は出発してから x 分後に弟に追いついたとする。で、今 x7 と出たということで、答えは7分後になりますと。こんな風にやってあげればいいの、ね。ちょっとこれだけ、この文章だけ見てね、式を作るのって大変だから、ね、こんな風に簡単な図を書いて考えてみるっていうのがおすすめですね。はい、ということで今回は速さに関する問題 ② を一緒に学んでいきました。